SNS のモヤモヤ1。リアクションしなきゃいけないことが多すぎる。通知来た。コメントに返事しなくちゃ。無視したと思われる。既読しちゃった。今すぐ返事を返さなきゃ。既読すると思われる。のびねえ。待って。今すぐ返すから。何も返さなくていいよ。呼んだだけだから。SNS のコメントへのお返事やフォロー返しなど、すべてに対応しなきゃいけないと思うと、気持ちが疲れてしまいませんか？何かを返してくれる人って、自分を構ってくれる人だから、ますますお返しを求める人が集まってきてしまう。私は、お返しって、本当に返したい時だけでいい気がします。SNS でのメッセージは、送った時点で、相手は目的を果たしています。フォローだって相手が見たいからするだけです。みんな自分の都合でやっています。だから本来お返しも自分の都合でいいと思います。お返しって日本ならではの文化ですが、絶対返さなきゃいけない文化ではありません。ホワイトデーのお返しをするのも他の国ではあまりないそうです。義理人情に厚く、いただいたら返すという文化、私は好きです。だからこそ、義務ではなく、優しさや心の余裕として、返せる時や返したい時だけお返しする。SNS でも、そうであれたら素敵かもしれません。SNS にお返し文化はなくてもいい。SNS のモヤモヤに、既読スルーされて落ち込む。なんか既読スルーされている。忙しくて今すぐ返せないだけじゃない？こっちは未読スルーされてる。本当に見ていないだけかもよ。返事くらい仕事の合間でもできるじゃん。通知設定しておけば届いたらすぐわかるしさ。使っているのは人間だよ。自分と同じことが全部できるわけじゃないよ。 SNS には相手がメッセージを読むと既読と表示されるものがあります。すぐに確認ができて便利な反面、既読なのに相手から返信が来ないと、無視された、私のことはどうでもいいんだと思ってしまうことがあるかもしれません。相手に対して不安になったりイライラしてしまうときって、自分ができることを基準に相手の事情を考えていることが多いのだと思います。例えば、いつでも携帯を見られる環境でまめに返事を返せる人だと、自分はできているのにどうして相手はできないの？と考えてしまったり、この十数年で私たちが使う道具は驚くほど進化しました。でも、どんなに道具が便利になっても、使っているのは人間です。好きな時に携帯が見られない人もいるし、文章を書くのが苦手な人だっています。だから、相手から望んでいた反応がもらえなくても、人の事情まで進化したわけじゃないと思うと、少し気持ちに余裕が生まれるかもしれません。道具は進化しても、人の事情まで進化したわけじゃない。SNS のモヤモヤ3。自分の悪口を言われていると感じる。イライラした時に SNS で口を吐くと、すげえムカついた、ひどい目にあったわ。それ私のことですか？私何かしました？わかります。実は私も。聞いてください。誰？気にする人や暗い話が集まってくる。でもいいことを言うと、すごーく優しい言葉に癒された。いい話が集まってくるし、それ私のことですか？って人は来ない。いい日でした。
よかったですね。ほのぼの。身近な人の意味深な投稿を見て、もしかしてこれ私のこと？と不安に感じたことはありませんか？